たまに、ね、いっぱい連れて行ってくると、まあまあ余計なこといっぱい言ってくる。よっしゃ丸まみれだ。サイト一撃全然怪しいんじゃなかったですね。はい、OSP 動画をご覧の皆さん、おはようございます。OSP プロスタッフの北田です。はい、今回は、霞ヶ浦水系に来ております。で、今回ご紹介したいのが、アフターの作品ということで、こういった、まあ、HP バグであったりとか、新作ですね、MMG を使った、まあ、サイトゲームなんか、こういった形の釣りを展開していきたいと思っております。状況としては、スポーニング行動が終わり、バスがだんだんとこう主流域に見えてきたりとか、まあ、本流域でもちょっとこうフラフラしてるのが見えてきたのかなっていう感じで、ちょっと例年と違うのは、もうそろそろ、ちょっと梅雨入りをしてしまうような、ちょっと予報が出ているので、天候がちょっと不安定なんですけれども、そういった中でも、しっかり魚をキャッチできるような釣りを紹介できたらなと思います。それではよろしくお願いします。いた、見えたよ、食ったの。おーしょ、よいしょ、一撃入れてすぐ。MMG すごいね。よいしょ、やったやった、うわ、よいしょ、でっけえやりました、 MMG すごいね。でかっ、サイト一撃全然怪しいんじゃなかったですね。もうフォールして置いただけ、簡単簡単な、簡単で転ばす。ありがとうございます。今使ったのがこのミミズのチビの、まあ定番カラーですね、ミミズので。まあ霞ヶ浦でも魚がまあ見えるかなって、まあ、定番なエリアではあるんですけど、まあ、まずそこのバスがちゃんとこう反応してくれるのかっていうのを見たくて来たら、あっさり釣れてしまったんですけれども、見つけて、まあ投げて何もせずボールでですね、で置いといて、それをこうバスが見に来て拾って食べたっていうので、もしかしたらね、雨上がりなんで、まあ、ここはちょっとナチュラルバンクではないんですけれども、ナチュラルバンクとかだったと、まあ、あとはこういうインレットですね、ちょっとしたインレットなんかだと、こういうミミズが落っこってきて食べ慣れてたりとかすると、全く違和感感じず拾って食べてくれるとか。で、一応タックルなんですけど、竿がね、64の UL に P の 0.4 に、V ハード、まあ、リーダーですね、が 0.85、 フィネスタックルっていうので、サイトっていうのだったんで、ちょっと大事に大事にいったんですけど、思ったより全然途中途中こうドラグ締めてってもやってみたら大丈夫だったので、まあ僕と一緒でちょっと不安な方はね、一旦、まあ、軽いものを投げるんでライトなタックルになると思うんですけど、ちょっとドラグ緩めとかからスタートしてみるのがいいかもしれないですね。ミミズおすすめです。
なんかあれなのかもね、今日食べないタイミングなのかね、やっぱり。口を使わせました。HP バック、HP バック。やっと、おお、後ろからも一匹ついてきてる。よし、これもサイズだね。なんとかなる。よいしょ。いい。HP バック。ジャンニー、オッケー、はい、ありがとう。いや、やっぱりね、アフターやってるんで、まあ、HP バグであったりとか、まあ、あとはその MMZ、マイラミノだったりとか、こうベイトに合わせたり、魚の反応を伺いながらルアーをこうローテーションしていくってことで、今みたいにこうしっかり食べることもあれば、プイッと、でそれは決してそのルアーの性能云々とかではなくて、その魚の個体の今食べているものに、比例してくるものだと思うんで、違ったベイトの種類のルアーっていうのを何個か持って、フィールドに立つとより釣果が伸びるんじゃないかなと思います。 MMZ と HP バグの使い分け、まあもう単純に食性、エビを食べてたらバグで、ミミズを食べてたら MMZ、 もうものすごく単純な考え方で、どんなに上手に釣りがなったとしても、どんなに、練習してフィールドに通っても、最後はもうそこにたどり着いて、今一体バスは何を食べてるのか、そこが一番その重要で、まあ、もちろんね、そのスポーニング絡みだと食性以外に習性の部分の釣りっていうのが出てくるとは思うんですけど、すごいもう一番の基本であり、一番大事な食性、それに合わせてルアーチョイスを変えていくっていう、ものすごく単純です。なんで目で見て何がいるかな、それでいいと思います。いた、足元にいるわ。足元にいるけど、なんかちょっとおかしくなってる。なんだ、バスだらけになってるんですよ。2匹か3匹いるんですよ。で、なんかすごい速さで回遊してる。ぐる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 。何がしたいのかわからない。よし、来た。よいと思う。いい。いい。いい、HP バー。いや、いいね。ほら。丸のみ、イエーイ。いやー、いいバスですね。まだ回復しているわけではないけれど、これからバンバン食べて回復しようかなっていう答えです。 HP バーク、ハワエビですね。ハワエビさん、プルプルプルって。やっぱりね、こうアフターのバスっていうのはこういうエビ系ワーム、すごく強いです。よいしょ。
ありがとう。まあ、今釣りしてた感じだと、まあ、3匹ぐらい見えたのかな。3匹見えて、まあ、最初1匹こうグワーっていって食べるのを目の前でピタッてやめて、でちょっとしつこく手前のこの、まあ、足元に壁があるんですけど、対岸みたいな壁があるんですけど、そこで、まあ、あの足元でこうシェイクして食べたなと思ったらちょっとこう送ってあげて、糸送ってあげて、そのままこうリフトするように合わせてっていう感じで、なかなかこうポールだけで食わないとかキャストしただけでは見切られてしまう、そういったバスには、今みたいにこう足元の手前の壁を使った、チョチン、有効的だと思うのでぜひ試してみてください。もういる手でいきますか。鯉が入ってきた。いないんだが、どうしよう。よいしょよいしょ MMZ、 よいしょ、やったぜやったぜ MMZ MMZ、 よいしょよいしょ MMZ ポチイエーイ。入れて考え事してたら勝手にバックに食べてました。あっさり食ってきたな。ノーシンカー MMZ のバブルガムピンクでこんな感じ。このちょっとワームが飛ばないようにチューブをつけてあげてみたいね。でもまあ十分これつけてもバッチリ食ってきてくれるんで、はい、ぜひアフターの MMZ お試しあれ。首だが。よっしゃー取ったよいい。ドライブショット。ちっちゃ。回復系を狙ってたんだけどね。いや今狙ってるのが、一応、まあ、割合でいたらどれぐらいかな、1割今だったら1割2割ぐらいだと思うんですけど、アフターの回復をしているバスっていうのが、まあ、ちょっとこうテナガエビとかも出始めたんで、そういうのを食べてる個体がもしいれば、まあ、割合としてはそのまだ回復してないバスの方が、まあ、7割8割ぐらいは回復しないと思うんですけど、まあ、そういった魚がいる中でもちょっとこう回復が早いやつがいたらいいバスが釣れるんじゃないかなと思って使ってたのがこのドライブショット使ってたんですけど、ちょっと予想に反したあの可愛い子ちゃんが釣れました。どういうこと？なんか気づかれた？上に魚がいる。
やばい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 、よいしょ、ゆっくり絡んどるな。でかい、よいしょ、無理せず無理せず、あー後ろについてきてる、もう一匹、よいしょよいしょ、およかった、よし、あ、綺麗に取れた雨に入った途端に綺麗に取れました、よいしょ、いい MMZ ポチ、アフターって感じのマスですね、うん、強いね MMZ、 今回はチビやりました、長いけどまだまだ回復してないかな、よいしょ、ありがとう、よいしょ、よいよい、さっきこれ釣れた時後ろにもう一匹ついてきてましたね、みんなしてだんだんとこう輸入河川とかに上がってきてるのかなっていう感じですね、なんかアフターって感じでやっぱり MMZ の放置強いですね、今のバスなんですけど、ちょっとね午前中はあんまりこう見えなかったタイプのバスで、水温が少し上がる午後からちょっと見えてきたバスなのかなっていう感じで、一匹釣った時にね後ろからこうもう一匹ついてきたんで、まあ少しずつ少しずつですけどこう産卵行動が終わってこういった輸入河川にもこうバスがどん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 こう上がってきて、まあちっちゃいエビだったりとか、ゴリだったり、ボラや粘魚の稚魚とかね、あとはまあ 雨上がりなんかだったらこういったミミズなんかも、流れてくるのかなといった感じで、特段こう提灯をしたりとかシェイクをしたりとかっていうんじゃなくて単純に投げて、まだ流れに乗せて、スローにこうポールポールがすごくねゆっくりなワームなので MMZ はね、ナチュラルにこうポールしてったら、拾って食べたという感じの、まあアフターという感じのバスでした。それとですね、ラインの方が、今回 PE の 0.45 に、フロロの4ポンドリーダーでつけてるんですけれども、とてもね軽いワームなのでちょっと細めのラインセッティングでやってるんで、さっきみたいにねかかって、何か引っかかってしまったりとかした場合は無理に喧嘩をしないでね、上手に上手に、ゆっくりやり取りすれば、そこまで切れたりとか、まあ、外れちゃうことはねたまにあったりとかするとは思うんですけど切れちゃったりってこともほとんどないので、無理にね強引にこうベイトリールの20ポンドとかだったらいいんですけど、じゃなければちょっとこうゆっくりゆっくり寄せてくれば、この時期のバスであれば上げられるのかなと思います、はい、なんでね、まあ、ちょっとライトラインを使うときは竿も若干柔らかくしてあげて、竿が硬いとどうしてもやっぱりねこう一瞬こう入ったときに切れちゃったりとかするので、今回 UL なんですけれども少し柔らかめの竿を使ってあげることで、キャストもね、重さを乗せられるんでしやすいので、もしライトラインを使うよっていうことであれば、竿もちょっといつも使ってるのより柔らかめのを使っていただけると、釣りがしやすいかなと思います。やべ、こっちの水はうまいよ、たまにね、いっぱい連れて行った時はまあまあ余計なこといっぱい言ってて、お、でかい、
HP バグ。お、なかなかです。よいしょ。よいしょ。よく引くな。ポンコのバス。よいしょ。あ、待って。よいしょ。はあ、HP バグ。いやー、縦袖についてました。HP バグ。ゴーストシュリンプですね。エビ食いのいいバスですね。いやー、いいバス。最高。もうちょっと回復しようとしてるかなみたいな。長さはね、すごい。いい感じなんですけど、もうちょっとなんか膨れてくるといいのかなと、みたいな感じ。はい、ありがとう。よいしょ。おい、いけるか。はい。よいしょ。いやー、まだやっぱりちょっと吸い込み弱いかな。もうちょっとね、回復してくるとこう HP バグからそうなドライブショットに変わってくのかなと、みたいな感じなんですけど。まあまあ。ありがたい一尾でした。はい、ということで、今回は霞ヶ浦水系の、まあ、アフターから、まあ、アフター回復ぐらいの季節ですね、まあ、5月下旬から6月の、まあ、上旬あたりの季節の釣り方っていう形だったんですけれども、まあ、まだ、スポーニングが終わってから回復がまだ進んでいる状態ではなくて、回復してるバスっていうのが、まあ、1割いるかなとか、そういった感じなんですけども、まあ、エリアによってねちょっと進行度は違うんで、まあ、もしそのまだ進行が、進んでないなっていう場合であれば、今回使ってた HP バグだったりとか、MMZ だったりとか、そういったちょっとこうふわふわ軽いコンパクトなルアーっていうのをメインに使ってみて、もし、回復が進んできたなっていうことであれば、ドライブショットであったりとか、またトップウォーターですね、ドリッピーだったり、ラウダーだったりっていうのを使っていただくと、超過が伸びていくのかなといったような形です。はい、まあなかなかねこうスポーニング終わって気難しい季節から、だんだんと回復してくるとアグレッシブなバスも増えてきて楽しめる霞ヶ浦水系になってくると思うので、ぜひ、両方のタックルですね、アフターとアフター回復両方狙えるタックルっていうのを準備していただいて、臨んでいただければなと思います。それでは、ちょっとまだ日は高いんですけれども、おしまいということで、1日ありがとうございました。